やっぱりヤクザ事務所行った時ですね。いや、あの本当にあの実際他界することなかったから今ここにいるんですけども、あのやっぱりちょっと一番怖かったのはもう日常の何気ないとこがやっぱ怖かったですね。こう事務所の中でわーってやってこうパッと足を踏むとするじゃないですか、ね、ヤクザの足を踏むすみませんだから死ぬような気がする思いが毎日でした。